1、上下の前歯の間に舌を挟むような形を作る。その時、上下の前歯で舌を噛んではならない。舌をどれくらい出すかは、本人の舌の長さと心地よさによる。アヒル口をしっかり作る。2、上の前歯と舌の表面部は、触れるか触れないかの位置がベスト。ちなみに下の前歯と下の裏面、裏側は常に触れている。3、1と2の形をキープしたまま息を吐く。この時ほっぺたが膨らんでしまう場合、アヒル口の絞りが足りない。また息が詰まった感じで出てしまう場合、上の前歯で舌を噛みすぎ。ヒント、ため息をつきながら TH を発音できれば完璧。前舌以外の舌の位置は気にしなくてよい。以上です。Thank you. Tell him don't me. Amanda Pondake. Amanda Pondake. Ameri Pondake. Amanda Pondake.